ところで皆さん、今日本では軽油が余っているんです。これは日本にとってチャンスなのをご存知でしょうか？軽油っていうものですね、石油からガソリンを精製する過程で軽油の方も一緒に一定量がこれ常にできてしまうんです。ところが今日本ではガソリンの方が圧倒的に消費量が多いもんで、軽油が余ってしまうんです。で、余った軽油はさらにエネルギーを投入してガソリンに精製したり、近隣国に輸出したりしてるんです。このような無駄が実は生じているということがあります。で、ここまでの分析からまとめますと、ディーゼルエンジンを国内で普及させることが非常に優しい、ディーゼルエンジンが優しいエンジンだということが分かるんです。まず、燃費が良くて、もともと CO2 の排出量が少ない、これ地球の温暖化に対して優しいと言えます。さらに日本においては今余っている軽油をですね、有効活用すると石油資源の活用で優しい。さらに軽油自体は燃料が安いですよね。値段が安いところでユーザーさんにとっても優しいというふうなことが言えるんです。でもディーゼルって排気が汚いとか走らないとかいうふうに皆さんもしかして思われてるんじゃないでしょうか。マツダはですね、先ほどのディーゼルの良さ、燃費がいいというところをさらに改良した上で、この従来、昔のディーゼルが持っていた欠点に対しても、苦手な側面に対してもスカイアクティブ技術でブレイクスルーしました。ではここからスカイアクティブ D の説明をさせていただきます。まずスカイアクティブ D の開発で我々が目指したゴールは3つあります。まず1つ目、走る喜びを体現する加速。2つ目、クラストップレベルの低燃費。そして最後に、高価なノックス触媒を使わずに世界中の最新の排ガス規制に適合させるという3つです。で、これらについての実力を紹介していきます。まず走る喜びについてですが、これは回転数に対する出力のグラフを示しています。で、白の線が従来ヨーロッパで売っていた旧型のディーゼルで、赤が今回のスカイアクティブ D のディーゼルエンジンになっています。このように4000回転以上の出力が全然違いまして、今回のエンジンは5200回転まできれいに回りきるリニアで伸びやかな加速を実現しています。次は回転数に対するトルクなんですが、実用域、この1000回転から2500回転ぐらいまでに従来に対して大幅なトルクアップを果たしております。2000回転での最高トルクは420ニュートンメーターです。これガソリンエンジンでいうと4リッター並みのトルクになりまして、街乗りで非常に扱いやすい大トルクのエンジンというふうになっております。次に2つ目の目標でありました燃費についてですが、 SUV の CX-5 でリッター 18.6 キロ、そしてセダンのアテンザのマニュアルではリッター 22.4 キロといういつでもクラストップレベルの燃費を達成しております。はい。で、3つ目の目標でありました排気ガスですが、ここについてはクリーン燃焼技術というものを開発しまして、高価なノックスの後処理なしで最新の排気ガス規制に適合させました。ノックス後処理技術というのは何かと言いますと、従来今世の中で、今日本で売られている従来型のディーゼルエンジンはですね、乗用車の分ですけども、エンジンの後にノックスのコンバーターが必要でした。ただこれに対してスカイアクティブ D はエンジンでの排ガス自体をクリーンにすることにより、このようなノックスの後処理技術コンバーターを不要としました。これによって先ほど説明したクラストップレベルの走りと燃費性能をリーズナブルな価格でお客様に提供することを実現しました。ではどうやってマツダはこのようなスカイアクティブ D を実現したんですかということに対してなんですが、その秘訣はですね、2つありまして、1つが低圧縮比14.0で、もう1つが高効率火球ターボの技術にあります。はい。で、ここからはちょっと技術の話になってきますけども、その低圧縮比と高効率火球という2つのキーコンセプトをもとに紹介しました、伸びのある加速と燃費と排気のクリーン、ここを達成したんですが、その途中がスカイアクティブのブレイクスルー技術になります。で、そのブレイクスルー技術の要となっている部品があります。今日はこの部品に、この3つの三種の神器と書いていますが、この3つの部品にフィーチャーしてこれから説明したいと思います。軽量低抵抗ピストン、ピエゾインジェクター、2ステージターボチャージャーになりますが、実際にその部品がこれになりまして、軽量低抵抗ピストン、こちらですね、こういうピストン、この中にちょっと燃焼室があるのが後で説明します。横から見るとこうなっていますね。ピストンと、あと燃料インジェクター、
これですね、燃料を噴射するインジェクターで、実際にはこれエンジンのこのあれですね、シリンダーヘッドに刺さっているものになりますね、です。燃料服装置ですね。はい。それともう1個が2ステージターボチャージャーで、こちらになって、ちょっと見にくいと思いますんで、エンジンでどこについているかというと、ここですね、エンジンの背中の排気側について、排気で、タービンを回して、吸気を、進気を圧縮するという装置です。まあ、後ほど詳しく説明します。